ね、くっついてる T シャツを着てます。お洋服買わないとなと思うんですけどね、去年の服とかばっかり着ちゃいますね。こんばんは。何？腹巻きみたい。確かにここだけ見たらそんな感じだよね。ね。みんな来たかな。じゃあまず挨拶、自己紹介。こんばんは、柴田ゆなです。よろしくお願いします。早速前回メンバーからの宿題をやっていきますが、じゃん、理科。ゆなたんへ、理科とこの夏理科とこの夏何したい？なんかする前提なのね。理科？理科さ、理科ゆなのこと好きだよね。いや、理科はみんなのことが好きなんだと思うんだけど、そのみんなの中に私もね、入れてくれてて、多分最近。最近ね、なんかラブコールがすごいんです、理科からの。急に連絡来て、何してんの？とか。なんだよーって思ったらね、会いたかっただけらしいんですけど。そう、ありがとう。私も好きだよ。何したいかな？なんだろうね。行きたいお店が一つあって、そう、前から理科と話してて、行こうねって言ってたお店に、ご飯屋さんがあって、おしゃれな。そこまだ行ってないから行きたいかな。あとはなんかカラオケもうずっと行こうって言われてて、結局行ってないので、ぜひご飯食べてカラオケとか、もう全然デートコースみたいだね。違うか。 とかね、しよっか。ご飯行く？何したい？逆に。そう、私結構フッカルなんですけど、理科も多分フッカルだと思うので、結構合う気がする、そういう観点、そういう面では。何歌うの？確かに理科何歌うんだろう。私は日本の曲、日本の曲じゃないね。何歌うんだろう。J-POP？ そりゃそうだよね。ディズニーばっかり歌いますね。ディズニー歌ったり、平成ソングとか歌ったりとかしますけど。そう、カラオケはよく行きますね。一人でも行くし、カッキーとも行くし、家族とも行くしって感じ。日本の曲、そう、何聞くのって言われると、洋楽、ディズニー、クラシック、ジャズとか、そういう感じで答えるから、何歌うのって聞かれると、日本の曲って言っちゃうかも、いつも。あ、そう、スタタンで歌った歌とかね、歌うよね。安室ちゃんも歌うし、聞いてたんだけどね。そう、サブスクなくなっちゃって。そう、でも歌うね、確かに。最近歌ってなかったの。次行ったら歌おう。ディズニーソングばっかりだよ。ディズニーしか歌わない日も、それはないか。 それはないけど、もうミュージカルみたいな感じで、じゃん、そういう曲をね、ニコニコしながら 歌ったりします。あ、ハロプロさんの曲もね、カラオケ歌いますね。聞くし、歌うし。そう、アナ雪とか見たいかも。だってどこかで披露する機会があればいいんですけどね。あれですね、乃木恋の彼氏イベントでは、よく、多分大体毎回歌ってる気がする。そうそう。ね、なかなか表でこう他の方の歌とか歌うのって、そういう機会ないからね。そう、歌ってるところとか、そう、私が歌ってるのってさ、あんまり見ないよね、もう。ライブぐらいか。乃木坂の曲以外ですけどね。また機会があったらいいですね。
なんか女の子みたい。どういうこと？なんで？そうそう。どこで歌ったらいいの？路上ライブ。 確かにいろはね、ギターいいよね、弾き語りとか。そうそう、ありがとう、歌好きって言ってくれるの嬉しいよ。リップ塗ってる、いつも塗ってるよ。 塗ってるよ、いつも。こんばんは。確かにね、企画でできたらいいね。でも緊張するよ、絶対。普段のカラオケの感じとは出せないと思う、絶対。はい。ということで、乃木曜日選手権やりたいと思います。今週の競技は暑い夏にちなんで欲張りアイスクリームです。これか？こちらのコーン、こちらのコーンの上に46秒間でどれだけ違う色のアイスクリームをかけるか競います。週の中で最もたくさんの色のアイスをかけたメンバーには素敵なプレゼントが贈られます。ただし、あまりに汚いアイスはカウントされません。じゃん。昨日理科は11個。すごいね。何個かけたかってことね。私絵描けないよ。今ここに12345678。でも可愛い色のアイスがいいから、なんか可愛いアイスにしよう。11個か、いけるかな。青か紫、紫なのか。描けないんだけど。アイスってどんな、どの程度のアイス？アイスってどうやって書くの？丸書いて、丸じゃないのか。しかもなんかちょっと、まあうまく、アイス、ちょっと待って、アイスってどうやって書くの？よいしょ、ちょっと下書きしていい？アイスってアイス、こんな感じ。これをいっぱい書いていけばいいんだね。半円か？そうそう。あ、うん、丸で中をちょっと塗る感じ。ラブポーション。こんばんは。うまいやんだって。嬉しい。ありがとう。ちっちゃい絵は描けるよ。大きい絵は描けないけど。まあ、こんな感じでやっていきましょうか。コーンが印刷。46秒。コーンの上に1個ずつ。汚すぎるアイスはノーカウントにされちゃうね。じゃあやりますか。いきますよ。これカラフルにしなきゃいけないんだもんね。ペンの蓋とか開けといた方がいい？これ。 だって11個以上は書きたい。でも46秒あったら、まあ1個に2秒かかってもいけるでしょ。じゃあいきますよ。待って、かわいい順に並べとこう、色。 はい、いきます。よーい、スタート。あ、色塗り忘れてた。1234、ちっちゃし、どんどんちっちゃくなってく。7、8、9、10、11、12。あ、何色？13、14。あ、ちょっと散らかしました、机の上を。かたしますね。わかんないけどさ、いい感じなんじゃない？はい。はい。あ、どうですか？
ッケー、10、お、やったじゃん。そっか、見せてなかった、まだまだ見せてなかったけどさ、これ練習したアイス結構高くない？こちら14個だそうです。やった。いや、丁寧に書いたら上手に書けるからね、もっとありがとうございます。ゆな14個じゃん。やったね、虹みたいで、うまいね、だって上手、うまいね、だってありがとう。私絵褒められるなんてことないからさ。何、ありがとう。意外とうまいだって。え、私そんな、うん、あ、縦一本じゃない積み方もあんのねすごい、待って、なんかさ、そんな上手なんて、え、嬉しい嬉しい。いや、みんなそれ本心だよね、いいんだよね、素直に受け取って。嬉しい、そんな褒めないで、あの、私褒められ慣れてないから。嬉しい、色使い良かったありがとう。そう、あの、そういうの気になっちゃう、あの、そう、ペンのさ並び順とかさ、ちょっと気になっちゃうからさね。そうそう、うまいって。あ、やばいやばいやばい、蓋開いてた。私がね、絵を褒められるなんて家族もびっくりでしょう、きっと。やったー。わ、なんか、え、1本足りないけど、まあいいか。はい、美味しそうね、アイス大好き。そんな感じでやったねー。かわいい絵だよな、だってありがとう。そう、私絵は褒められないから、あんまり、え、わかんない、なんか自分は下手だと思い込んで生きてきたけど、いや、絵は下手だよ。そんな調子乗らないで、人と褒められたからって調子乗んないでね、ほんとありがとう。そうそうそううまくはないでしょこれはい、何の話しようか、フリートーク。最近何かいろいろありましたね。ツアーが始まったり、へえ。これイヤリングだよ、いいでしょ。なんかほんと近づくとただ白 T 着てるみたいになっちゃうからちょっと離れとこうかな。近況報告タイム。花火綺麗だったね、楽しかった。本当にもうね、ここだったよねあれはね、もう一生に一度の経験だよね、きっと。もう本当になんか幸せだった。ありがとうございました。本当に見てたかな、皆さんもテレビで。いやー素敵だった。でもフィナーレの花火がさ、こう上げられなかったのがもうなんか見たかったなっていう気持ちはもちろんなんだけど、その花火師さんのさ気持ちなんだろうな、なんか考えたらね、あ、絶対こうなんかもうね、いろんな気持ち重いだろうなと思って悲しくなってしまったけど、うん、まあしょうがないね。そう、めっちゃ楽しかったけど、そうそうそうなのよ。でもさ、雷鳴ってたみたいだけど、あまり気づかなかったし、その花火上がってたからね。雨もちょっとしか降らなくてさ、本当あの中止になるかと思ってたからさ、なっちゃったら嫌だなと思ってたから、よかったね、無事で天気持ってね。やっぱそう、雷、え、髪切るのだって、あのブログに書いたんですよね、私最初のところに、あのポニーテールしたくてちょっと伸ばしてたんだけど切るか悩んでるって言ってたんですけどね、言ってたんですけど、うわ違うよ髪の毛長くなったね、だって違うって。ポニーテールいいよね、ポニーテール大好き。
そうなんですよ。そう、そうなの。あのね、1.5 センチぐらい切ったんですよ。2センチは切ってないんだけど、1.5 センチぐらい、本当に、ちょっとだけ切った。最近本当にもう3日以内、ここ3日以内かな。その土曜日終わった後だから、土曜日終わった後ってか、土日月か、今火曜日でしょ、土日月、そうだね、3日以内に切ったんよ。 1.5 センチ、本当にちょっとだよね、 1.5 って。だけど全然違う感じする。もう本当にさ、夏ここ暑くて暑くて結ばないとやってられなかったから、そう切った。わかんの？わかるんだ、すごいね。そう、ちょっと短くしすぎたかと思ったけど、まあ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 伸びるから、なんでも。ちょっと、そうそう、切ったんですよ。またポニーテールはできるよ、一応できるの、できるんだけどさ、見える？結べるけど可愛くないよね、もうちょっと長かったらね。ポニーテールもっと切っちゃえ、これ以上は切んないじゃない、これ結構短い方じゃない、肩、鎖骨がここでしょ。そうだね、ちょっと短いんじゃない、伸ばすのもいいけどね。そう、結ぶの好きだからさ、ポニーテールが好きなのよ、自分の、楽だし。そうだからね、伸ばそうかと思ったんだけど、夏はこれでいきますね。近い、すいませんかき氷はふわふわ派だよ、短いポニーテール。そうそう、ツインテールできるよ。それさ、浴衣着るときにさ、あのまゆたんにやんなよって言われて、ちょっと一瞬考えた。まあ別に配信だしいいかなと思って、レイの、あのレイの浴衣じゃなくてジンベエの配信の時に、そう、何の髪やるって言って、ツインテールって言われて、あ、まあやってもいいかって思ったんだけどね、結局やめた。もうちょっと伸びたらね、またやりますね。あとなんかあったかな、最近。なんかいろいろあったと思うんだけど、何のお話しようか。何がいい？ラムネ飲んだ？飲んでないね。ラムネ？飲む機会ないね、まだ。ラムネ。夏だね。好きだよ。京セラ。そうだね。大阪。やったよね、ライブ。デラジラもしてさ、楽しかったよね。そうそう。夏が、ラムネが好きなんです。大阪行ったよ、ありがとう。レナのこと見つけられた？ドームだからさ、ちょっと、ね、レナのこと探してみて。ちょっとあれだよね、探しにくいよね。でもそう、ドームにね、あの舞台で仲良くなった NMB の弥生ちゃんがね来てくれたんですけど、すっごい高いところにいたの。でも見つけられたの。なんでかっていうと、サイリウム、あのペンライトを私の色で持っててくれたから、すっごい高いところにいたんだけど気づいたの。だからドームは、あのタオルもね探すよ。あのあと、なんていうの、ユンちゃんって書いてあるやつも見つけられるけど、あのペンライトめっちゃいいなと思いましたね。全然上の方まであってなれるから。でもさ、あの気づいてんのか分かんない。こっちは気づいてるんだけど、あの気づいてること気づいてるって感じ、皆さん。そう、見えてるよって思うんだけどね。分かってる？届いてんのかな、見えてるよっていうのがね。そう、ペンライトめっちゃ分かる。
なって思った。そう、ボムもね、ボムさん9月号8月8日に発売するんですけど、偶然、本当に偶然らしくて、毎日のように3人でここちゃんとずっとグループ LINE が動いてるんですけど、グラビアの撮影があるんだっていう話で、あ、私もあるんだって、何の雑誌って話したら 2人ともボムだったから、喜んだ。一緒じゃんって。昔さ、稽古のやってた頃にさ、話してたんだよね。そのなんか仕事で一緒になるってどういうシチュエーションで、どういう時に、どうやったら一緒に仕事できるのかねって話してたんだけど、同じ雑誌に載るとかっていう話を稽古してた時にしてたなと思って、ねえ、嬉しくなった。そう、ぜひ見てみて。あとね、そうだね、明日になったら 明日、ちょっとそうだね、一日惜しかったけど、明日もちょっと明日も待ってて そう、今日はラジオ、今日は23時からラジオがあって、そうそうね。じゃあ次回のメンバーさんに宿題を出そうかなと思います。明日は誰でしょう。何がいいかな、宿題。あと、じゃん、明日はまゆたんです。おい、なんでわかったの、すごい。顔上げたらまゆたんって書いてあった、すごい。そう、明日まゆたんなんですけど、誰がじゃない、宿題何がいいかな、なんだっけ。じゃあ、ゆなとこの夏何したいにしようかな。理科の 引用して。何がいいかな。あ、まゆたん協会ね。会長。流れで、そうそうそう。私と何してくれますか？夏。まゆた。やっぱり？遊びに行ったことあるよ。遊びに行ったこと？まゆたんのお家にも行くし、ご飯食べにも行ったりしたし、カッキーとレイと4人で、集まったりっていうか、なんかお仕事の後ご飯行ったりとか、誰かのお家行ったりとかよくしてますね。そんな感じ、仲良しですよ、まゆた。この夏、あ、ちょっとちっちゃくなっちゃったな。じゃん、ちっちゃ。ゆなとこの夏何してくれますか？なんか何したいっていう感じじゃなかった。何してくれるのっていう、ゆなと何してくれるのっていう感じですね。はい、ちっちゃ、ごめん、なんか字ちっちゃいよね。ああ、海外旅行ね、いいな、行きたい。今すっごい、もうさ、海外行きたい時期っていうか、その気分の時期ってもうあるんですけど、今もうすっごく行きたいですね。 あ、
あ、2人でって追加してほしい。なるほどね。ユナと2人で。あ、なるほど。確かに。あ、ごめんなさい。ユナと、確かにね。2人で。ちっちゃい。ユナと2人で。この夏何してくれますか？こんな感じでいいですかね。そう、まゆたんはお家から出てくれないからさ、なかなかね、どこか、どこでも、計画性はあるので、計画性、計画とか立てるよ。だから全然どこでも行こうって感じ。うん。 そう、もう終わっちゃうね。あっという間だったね。そう、まゆたんちの猫をね、会ってからちょっと猫派になりかけて。いや、犬はもううちのワンちゃんがもう好きなのよ。犬がっていうよりうちのココちゃんが好きなんですけど。猫っていいなぁと思って。かわいい、綺麗、本当にね。そうそうそう、あともう1分半しかない。やばいやばい、話足りてるこれ。 いつもさ30分で短いよね。ラジオもそうなんだけどさ、てか前も火曜日じゃなかった？なんかこのあとラジオでみたいなさ話したよね。 そう、オムライスを食べてないな。食べたいな、オムライス。スクショ。何したらいいの？あ、ペンギン、ペンギン、ペンギン、助けて。一人じゃ寂しいから。どうですか？こんな感じ。なんかピースばっかしちゃって。ごめんね。前回水曜日だって。違った。カメラ目線、あ、こっちか、カメラ。 お疲れ様。次は名古屋？名古屋のライブかな、次会えるのは。なんかあるか、間に。あ、ティフとか、ティフとかあるね。そうそうそう、まただね。ねえ、なんかこういう生配信定期的にあったらいいのにね。定期的にあるか、こうやって。 そう、また話すの好きなのでね。なんかなかなか、そう、お話ししようね。独り言ずっと喋っちゃうね。あ、半になっちゃった。じゃあまた、あ、今日はラジオです。一人で喋ってるので聞いてください。じゃあまたね。バイバーイ、ゆなでした。バイバーイ。バイバーイ。